今回紹介するのはですね、このエッジケースの、DDR。 DDR というのはですね、ダイレクトデポジットリムーバー。この DDR は、ポリエーテルアミンという物質が含まれています。このポリエーテルアミンが、エンジン内部の、バルブだったりシリンダーのヘッド、あとはですねプラグ、こういったものについたカーボンを除去してくれて非常にきれいに保ってくれます。そしてこのエッジケース DDR はですね、このポリエーテルアミンが一般的な他社製品に比べて非常に多く含まれています。これによって、清浄作用が非常に強いです。まあ、DDR 普段の僕の練習用の車に、使わせてもらってて、走行距離も伸びてきたんで、オーバーホールしようと思ってエンジン開けてみたんですけど、中はすごい綺麗な状態でまだまだ使えそうな状態でした。まあ、ドリフトみんな結構中古のエンジンを買ってきてそのまま乗せる人多いと思うんですけど、やっぱりカーボンとか溜まってるリスクがあるので、一度これ入れて、セッティングをすればかなりいい状態に復活すると思います。大吾です。 DDR 一番